用心棒ですか？ええ、リビラに赴かなくてはならないのですが、少々問題がありまして。問題？そちらの大量の積み荷と何か関係が？まあそんなところです。これは全て解毒薬です。昨今ポイズンウェルミスの大量出現の影響で、リビラの解毒薬の備蓄が減っているのは知っていますか？ええ、そのせいでダンジョン価格でただでさえ高価な薬の値がさらに上がり、上級冒険者でさえおいそれと手が出せないほどになってしまっていると噂で。その話を聞いたヘルメス様が、さすがに妥当な召集官の範疇を超えていると動き始めまして。そういえば神ヘルメスは商売も司っていましたね。うちのファミリアで解毒薬輸送のクエストを受けることに。まったく、誰一人として手つきがない繁忙期に思いつきで仕事を増やして。このメガネ、目の下のクマがすっごいにゃ。毒でも食らってる感じにゃ。まずは自分で毒消し使った方がいいにゃ。言えて妙ですね。確かに我が主神は団員の心を日々蝕む毒とも言えなくも。二人とも、アンドロメダがさらに病むような言葉をぶつけるのは遠慮してください。ニャーたちは心配しただけニャー。そうニャー、ブラック企業で疲れた OL には落ちる場所も必要ニャー。この二人は放っておきましょう。私はちょうど休みもありますので、あなたに協力するのはやぶさかではありませんが、リビラに行くだけであればアンドロメダ一人で十分なせる仕事なのでは。そこで最初の話に戻るのですが、一筋縄ではいかぬ厄介事がありまして。私一人の手には余るかもしれない。どうか力を貸してもらえないでしょうか？受けたまわりました。窮地の頼みとあれば断る理由はありません。助かります。報酬は弾ませてもらいますので。取り立てて強力なモンスターとのエンカウントもなく、たどり着けましたね。ええ、ですがここからが本番です。モンスターより厄介な相手が。おい、お前らが解毒薬の輸送隊か？悪いことは言わねえ。黙って持ってきた解毒薬を全て置いていきな。これがあなたが話していた厄介事ですか？とりあえずリオンは後ろで、まずは私が話してみます。ああ、てめえら何をごちゃごちゃ話してやがる。あなたたちの話は聞いています。解毒薬不足のリビラで解毒薬を独占し、一攫千金を狙う輩がいると。俺らも有名になったもんだ。なら話が早えや。その解毒薬を渡してもらおうか？それはできかねます。ところでこの話はボールスは知っているのですか？
なんでここでボールスの名が出てくる？この輸送はボールスも一枚噛んでいます。それを潰したとなれば彼のメンツを潰すことになりかねません。あなたたちにとってもいろいろと商売に支障が出かねないのでは？おい、マジかよ。あいつを敵に回しちゃ。うるせえ。そうなりゃただのしのぎを削る商売がたきだ。とことんやり合うまでの話だろうが。なるほど、腹はくくっていると。ああ、俺はこのしのぎに全てかけてんだ。おとなしく渡さねえってんなら力ずくでいい。やめておいた方がいい。なんだお前は。いざことが始まってしまえば私はやりすぎてしまうかもしれない。荒事は私たちの望むところではありません。どうでしょう、一つ提案があるのですが、あなたたちが持つ解毒薬を全て売ってくれませんか？あなたたちのいいねというわけにはいきませんが、それなりの値では買わせてもらいます。なんだよ、物分かりのいい姉ちゃんじゃねえか。これが俺らの持ってる解毒薬の全てだ。持って行ってくんな。オラリオで毒消しが増産されている背景を伝え、在庫を抱えたまま値崩れする前に今の半値での買い取りを申し出る。神ヘルメス顔負けの交渉術でしたね。これは全てあなたが描いた絵ですか？ええ、事前に団員へ解毒薬を持った私たちがここに来ると流してもらい、商売の妨げとなる輩をあぶり出し、先ほどの交渉の場をでっち上げさせてもらいました。あのような者たちが市場を荒らしていてはまとまる話もまとまりませんからね。お見事です。私は必要ありませんでしたね。いえ、あなたの圧がなければこうも順調にことは運ばなかったでしょう。彼らの危険を嗅ぎ分ける能力は特筆すべきものがありますから。リオン、本当に助かりました。おい、解毒薬が大量入荷だってよ。しかも正規に近い値段で。よかった、これであいつの命も助かる。素晴らしい仕事をしましたね。ええ、対岸のための汚れ役というものと違って分かりやすく人々の役に立つ仕事もたまにはいいですね。あなたにはそのような仕事の方が向いているのかもしれません。能力が高すぎるゆえに厄介ごとに巻き込まれがちではありますが、自分の選んだ道です。苦しみも罪悪感もありますが、後悔だけはしないようにしています。さあ、あとはボールスに話を通しておかなければ。一応リビラの顔役ですからね。儲け話の種を潰されたわけですから、こちらもかなり難航しそうですが。あなたなら大丈夫です。神ヘルメスの期待にきっと応えられるでしょう。
ええ、そのつもりです。相変わらずの完璧な仕事ぶり、さすがは俺たち自慢の団長様だな。それがボールスの物分かりが妙に良くて拍子抜けしてしまったんですが。ああ、彼には事前に俺から話を通しておいた。行き過ぎた暴利は商売そのものを潰しかねないってね。それで結局ヘルメス様の手の内だったわけですか。そう言うなって。完璧な実務をこなしてくれるお前がいなきゃ俺もこんな絵は描けないさ。お、そうそう、そのボールスから何か受け取らなかったか。ああ、そういえばこの蜜が入った小瓶を。おほー、これこれ、ブラッディハイブの蜜が手に入ったか。一口舐めただけでお肌スベスベ、アンチエイジング効果抜群、美容にうるさいオラリオ女子も大満足の一品さ。どんなお堅いレディだろうとこいつをプレゼントされれば頬を緩める。あ、なるほど、私は女性に贈る流行りの一品のために忙しい中さらに余計な仕事を詰め込まれたと。いや、アスピー、誤解だ。これは戦利品というか騒動を収めた対価というか。そんなもののために睡眠時間も削り肌荒れが激しくなって。そうだ、お前もこのブラッディハイブの蜜を。そうすれば疲れた肌もスベスベに。誰のせいで肌が荒れたと思って。